今年のブルーベリーは大収穫です。たまに毛虫もいるので注意、笑い。これだけ取れました。今旬の時期なので毎日収穫してますが、今年は大収穫です。さすがにもうそれは何かわかるよね。ブルーベリー、これは何ですか？それね、今日朝ママが取ってきたやつと昨日までに取れたやつ合わせて一緒に使って、今日はブルーベリーヨーグルトケーキを作るよ。じゃあ作るね。600W 3分加熱。オーブンを170度に予熱。70度で40分焼く。もううまそうや。冷蔵庫で3時間冷やす。隙間にブルーベリーの粒も入れればよかった。今回は庭で採れたブルーベリーを使ってブルーベリーヨーグルトケーキを作りました。イエーイ。ちょっと見た目は悪いけどね、ごめんよ。おいしい。ただ1名は警戒して全く食べねえ、笑い。これはちょっと味わってない。チュッパちゃんは？ママ、ブルーベリーが嫌だった？一応形がわからんようにしたんだけどね。それでも嫌だった？ほんと？あふぅ、生のブルーベリーも好きだね。うん。もうすぐ5時。もうチュッパちゃんは全くいらないってことだね。お菓子作ったのに残念だな。